はい、僕はゼモンです。今日は胸肉やります。オイスターソースと醤油、実は醤油を切らしててね、醤油切らしてるってちょっと致命的だと思うんですけど、醤油切らしてて、塩とオイスターソースとみりん半日くらい漬け込んでおきました。ちなみに皮を取ってます。あ、ちょっと待てこれちょっと油垂らしたい。ちょっと焦りすぎちゃいましたね。ごま油でもって何をやるかっていうことなんですけど、よだれ鶏をやろうと思います。タレも全部入れちゃおう。もうこれは蓋してちょっと待とうかな。あんまり強火じゃない方がいいかもね。で、この間に何やるかっていうと、タレですね。まあ、よだれ鶏って言ったら多分タレが肝心だと思うんで、まず使うのはネギと生姜。今日はね、もう何も考えずにもうバシバシやっていきます。もうね、切り方も適当、まあいつも適当ですけど、もう早くご飯にしたい、早くご飯にしたいというか、あのね、ビール買ってきて、要するにビールを飲みたいんですよ。でもやっぱりなんかビール飲むときって一品欲しいんですよね。なのでちょっとね、我慢してパパッと作りたい。まあもちろんね、よだれ鶏だからご飯のおかずとしてもいいんじゃないですかね。で、次、生姜もね、もうザクザクっと刻んじゃおう。で、これをタッパーに入れよう。レンジでやります。で、あー、そっか、醤油がないのが痛い。まずね、お酢とはどうしようか。醤油がない。ナンプラー入れよう。どうなるかな、ナンプラー。それと鶏ガラスープの素、みりん入れようか。ちょ、酒もね、しばらく切らしててないんですよね。みりん入れよう。あとはごま入れますね。なんか結構入れるな。ちょっとピリ辛にしたいから。あ、入れすぎちって、やべえ、これピリ辛どころじゃねえぞ。これはちょっとやばい。まあ大丈夫か。ごま油ですね。これはね、やっぱ入れないとね。結構多めに入れちゃっていいんじゃないかな。この時点でもういい感じになってますね。じゃあこれでレンジですね。はい、こんな感じ。どうですかね。なかなかうまそうじゃないですか。もうこれだけでうまそうですよね。ほら、めちゃくちゃうまそう。あ、ちょっとやべえ、これは真ん中にまだ火が通ってない。あ、分厚かったせいか。あ、でもあれ、待ってたら余熱で火が通るな。これちょっとほっとこう、余熱で。うん、大丈夫そうだね。じゃあちょっと並べるか、これ。はい、とりあえずこんな感じで並べました。なかなかうまそうじゃないですか。ちょっとこっち見せた方がいい。タレはこんな感じですね。あのね、すごいごま油の香りの中にお酢の感じの匂いが混ざってて、食欲がそそられる味ですね、これは。おー、うまそう。はい、どうですかね。なかなかいい出来ですよ。じゃあちょっとね、食べる前にこれですね。はい、じゃあお疲れ様です。改めましていただきます。おお、これすげえうまい。ナンプラー入れたけど臭みがあんまり感じないな。あのお酢の感じがね、すごいいいです。お酢ちょっとやっぱり多めに入れてもいいかもしれないね。これね、ビールにめちゃくちゃ合いますけど、ご飯にもね、めちゃくちゃ合いますよ。絶対ご飯ね、何杯でもこれあればいけるかもしれないですね。パパッとやりたかったから、いい加減に作った感じなんですけど、すごいうまくできた。よかった。ということで、よだれ鶏って本当にいいもんですね。それでは、さよなら、さよなら、さよなら。